これは VLBI アンテナというものでして、春が彼方にある天体からの電波を受信するものです。このようなアンテナが世界中に複数台ありまして、同じ天体からの電波を受信して地球の回転やアンテナの位置関係を測定することができます。測った地球の回転のデータは、例えばウルー秒の挿入や GNSS などの衛星測位の軌道決定などに使われています。ウルー秒については、廃止の議論が起こっておりますけども、地球回転の監視は引き続き行っていく必要がありますので、国土地理院では VLBI アンテナを使って地球回転の監視を行っていきます。